はい、こんばんは、なみさん。今日はですね、インボイス制度について、ちょっと私の考えをお話していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、以前からやり取りさせていただいたりとかね、している恋愛相談とかね、えそれから今回の YouTube のアカウント版問題、まあ、こういうのもあるんですけども、今回はインボイス制度。来年から始まるみたいですよね。で、今移行期間ということなんですけども、そもそも、そもそもですよ。商品の価格に必ず消費税をプラスオン するものだっていうそういうふうな先入観が今多くできていますけどもこれはちょっと事情が違って価格ってもものがもうあるわけですよねその価格ってものに対してお客さんがお金を払ってその商品っていうのが流通するわけなんですけども売り上げが1000万円以上を超えているところは10%売り上げに対して、ね、納税してくださいっていうのが消費税の考え方です。つまりは商品価格に もう消費税っていうのが上乗せされてようがされてまいがそれは払ってくださいよって話なんですよですんで多くの商売をしている人でまあ1000万を超えるだろうなっていうところはまあそのどうせ払わなくちゃいけない10%の消費税を商品価格にプラスオンしてるんですよねでも最高裁の判例で出てますけども消費税は預かり税ではありません商品の価格の一部ですというふうに言われてるんですよねこれがどういうことかっていうと商品の価格に 消費税が入っっててるかかかどうかは分からなないってことなんですよでむしろ入れてないことを前提にこの話っての進んでいて結果的に売り上げが1000万を超えたら1000万を超えたその事業者は売上の10%を払ってくださいねっていう約束事とそれが消費税なんですよだから消費税があって商品の価格に10%を足せっていう指示が出てるわけでも何でもないんですよねまあですんで今でもね 中小零細の中にはあのお客様から消費税をいただけませんみたいなことを言ってねであくまでも自社の利益の中から1,000万を超えた場合その利益を圧縮してですね10%の納税をしているてところがあるんですよ。これはね免税店の制度とかそれからあー年商が500万600万の商売っていうところがねありますけどもそういったところはもしね消費税を新たにインボイス制度などで払うってことになると。 じゃあプラス10%消費税っていうことをこれからね、えー、やっていくことになるんですよね。まあ、それは必ずしもおかしなことではないと思いますんでそういう選択肢もあればいいんじゃないかなと思いますけど問題はですね私も考えるところなんですけどもあの最高裁の判例で消費税税はは預かり税ではありませんとあくまでも税金っていうのは商品の価格の一部ですということもうもうこれがね判例が出てるところもありますし。 まあ判例っていうののは法律と同等の効果を持ちますんで,、ね、ですんであのやっぱこう商品の価格にお客様から10%の消費税を預かってそれを液税として事業者がもう何ポケットに入れてるっていう考え方は最初からおかしいわけなんですよね。えまあねあのインターネットで商品情報商材やり取りしてると消費税なんてのは入ってないわけですよ多くの場合。ね 入っていても別にいちいちね消費税タックス10%込みますなんて書かないわけですよあくまでも売り上げが1000万以上になったらその1000万以上の手前の売上の中から10%を払う義務が生じるだけであってじゃあ10%の消費税払わないといけないから商品価格にお話ししようかなっていうふうにはならないんじゃないかなと思いますけどねもちろんね世の中の多くの商品が税金がかかるからその10%は その商品の価格をもらったのと別に10%をくださいねっていう形になっていてそれが一緒に払うんでなんかどっちがこっちか分かんなくなってますけどね、うん、ただ多くの判例を見ていると多くのじゃなくてねもう最高裁の判例を見ると駅税っていうものはないしそれから預かり税っていう言葉も勝手に作られたものだしそういう考え方はないということらしいんですよあくまでも商品価格っていうのは商品価格であって 売り上げがその商品価格の合計で1,000万を超えた事業者は10%を納めてくださいとその納めたものは何かとというと消費税という決まりですよってことなんですよねだから世の中のあらゆる商品に必ず消費税が乗っかってるっていうのはまあいつの間にか思い込まされていることなのかなと思いますけどもどんな感じでしょうか <laughs> 私もね見識のまだ浅いところがありますんで勘違いをしてるかもしれません。 さまざまな方の意見を聞きながらね、またさらに考え方をバージョンアップしていきたいと思います。こういう風な思考のトレーニングがね、私結構好きなんでね、よろしかったらご参加ください。失礼します